鹿野城の築城年代は不明ですが、稲葉の黒人領主であった鹿野氏が居住していたとされています。やがて尼子氏の旧臣であった亀井惟徳が領主となり、金星城郭に改築します。本丸後方の山頂には2層ほどの天守が建てられたとも言われています。亀井氏は朱印船貿易を行っていたのもあり、城内各所を大社城、六夜音と仏教に基づく名前を付けました。現在城跡は学校として使用され、春には堀に沿って桜が咲き乱れる絶景スポットとして地域に愛され続けています。